建築でされると迷惑なこと5000。1、カラフルな道。誰だよ変な色で道を作ったやつ、ダサすぎだろ。てか、周りの建築に合わせろよな。道の作り方がわからない方は、いろんな建築に合う石ブロック系の建材で作りましょう。2、でかすぎる村人交易所。なんだこの神秘的な建物は。てか、ここ村人交易所かよ。絶対村人こんなにいらないだろ。村人を増やしすぎると、ワールドが重くなるので、使わないおっさんは処理しましょう。3、建築の周りを露天掘り。は？誰だよ俺んちの周りを露天掘りしたやつ。もう住めないし、引っ越しでもするか。モンスタートラップを作るとき以外、露天掘りをするのはやめましょう。4、日光センサー付きの街灯を乱用。あれ、ここの広場街灯増えた。夜の時に明るくなるのは嬉しいけど、さすがにこんないらないわ。街灯に日光センサーをつけると、明るくなった時、ワールドに負荷がかかるので、普通のにしときましょう。5、禁止の電波を止めずに設置。俺の家の前に毒キノコを作ったやつ、禁止ブロックを使うなら、広がらないように止めろよ。人様の家の前で毒キノコを栽培するのは、汚いのでやめましょう。